もくもくーもっくん。僕最近ダイエーのレシピ検索でいろいろメニューを調べたり作ったりするようになったから、お料理にも興味があるんだよね。作ると楽しいし、美味しくできると嬉しいし。でもどうしてもお料理って難しかったり面倒だったりっていうイメージがあるよね。簡単に気軽に作れるイメージがあれば、お料理ももっと身近になるし、やってみようって気になるんじゃない？ってことで、レシピサイトやレシピ本でも流行っている一行レシピのダイエーバージョン、やってみたいと思います。一行レシピとは、文字通り一行で表現できちゃう簡単レシピのこと。とっておきのメニューを選んでみるね。もっくん。まく。ごま油とごまを混ぜたご飯にコチュジャン醤油とチーズを乗せて巻く。どう？イメージできた？チーズの細巻きキンパだよ。簡単にできそうでしょう。焼く。バターを塗ったピザクラフトにチョコとマシュマロとクルミを乗せてトースター。チョコレートチャンクピザ、これは作りたくなっちゃうね。アレンジもいろいろできそう。おいしそう。さつま姫牛。フライパンで強火で肉を焼き、切り分けて大根おろしとポン酢醤油。さつま姫牛のサイコロステーキ、簡単で美味しい。これが最高の僕の一押しメニューかな。どうだった？気軽に作れそうだったでしょ？簡単で楽ちんで美味しいレシピ、みんなもぜひ作ってみてね。まったねー。動画を見てくれてありがとう。関連動画もぜひ見てね。チャンネル登録はここからお願いします。お買い物はダイエーで。それじゃあ僕はダイエーで待ってるよ。また。